この工場は大宜味村に本社を置く天然繊維事業のフードリボンが国の沖縄振興特定事業推進費を活用し完成させたものです。2916平方メートルの敷地に工場棟と事務所棟があり、事務所棟には縫製技術を学ぶ人やデザイナーたちが滞在できる個室もあるということです。工場棟は葉の仕入れが始まる8月以降に稼働を予定していて、月間およそ150キロの繊維を生産し、生地や顆粒子ウェアを製作していくということです。